西赤石山は、四国山地西部の石槌山地に属する山である。山名は赤茶けた変色を示す、寒乱岩室が由来の東、赤石山の西側に位置することによる。新居浜市街地の南方に、東西に緩やかな両線を引いた三角形の頂上を持つ山が、西赤石山である。西赤石山の南西側の安部は、道山古市と呼ばれ。 かつて銅の精錬による梅園や伐採によりゲ山となっていたが、温暖地域にあって標高が比較的低いにもかかわらず、現在では菅桜や赤物など鉱山植物の宝庫となっている。これらの鉱山植物はこの地域が日本における難言となる。江戸時代は、現在の鹿森ダム付近の縁都市から銅、山越までの中、持ち道を男子は12巻、 女子は八巻の行動を担ぎ下ろし、生活物資を担いで登ったという。西赤石さんの山腹は、遠方から眺める山陽とは、打って変わり急斜面で、5月下旬頃から、明けぼのツ,ツジが花を咲かせる。山頂には二等三角点、銅山が設置され1625.68メートルとなっている。新居浜市、鹿森ダムの遠都市と山口から東なるを経て、 道山越え1294メートルに至る。または、旧別市山村の旧別市登山口から別市道山遺跡を探望しながら道山越えに至る。道山越えから両線沿いに東側へ重走して山頂に至る。ありがとうございます。